日本長野県松本市、中山、中山台中山は、長野県松本市の市街地南東に位置する地区で、住居表示には、中山台があり、その他、大技中山からなる。旧松本市の中で山がちな地区の一つ。中山台は、定番を持たない、単独町名である。住居表示実施済み。近隣の樹大、松原と同様。 高台の新興住宅街となっている。上海名は、棚ー牛伏川に架か,かる棚ー橋が1994年10月8日に開通し、松原と直接結ばれたが、それまでは、下流の新城姫橋か、上流の牛伏橋へ大きく迂回する必要があり、不便を強いられていた。西側から来る、松原線の終点である棚峰バス停が中心部に、あり、 七宝公園の南側に校舎専用バス停、公園の西側に乗車専用バス停と分けられている。標高は中山地区の中心部より低い。学区は、小学校は大技中山と同じく中山小学校であるが、中学校は大技中山が改正中学校であるのに対して中山大だけは秋吉中学校である。 2018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。高古博物館、中山文庫高島藩の領地であったために廃物希釈を逃れ、保福寺、蓮華寺、萩原神社、泉八幡宮、栄玉庵炎城寺などの多くの文化財が残る。また、殿様に馬を献上するために作られた萩原牧がある。川は、牛伏川、泉川、 宮入川、大沢、北沢、中沢、境沢などが流る。また、松本線、鹿頭神社のお柱祭りの山出しが行われる。俗地名として畑中、小池、坪山、北方、中泉、中河原、二山、下泉、柿の久保、北中島、中島、宮の下、名木、古屋敷などがある。交通、編集、萩原巻で行われる。 中山萩原歴史文化記念祭に際して、交通の利便性を図るため、また、中山地区の地域活性化のために、バス路線の萩原牧下臨時停留所が2008年7月16日のダイヤ改正による中山線延長に伴い設置されている。2009年10月1日の使用開始から、同年同月31日まで使用されたが、 2009年10月1日から10月31日に開催された記念祭事に臨時便が運行され、使用再開が確認されている。ただし、現地観光目的以外の乗客が利用することは想定されていない。また、松本電機鉄道バスのホームページにある時刻表と、 路線図に到底留所は記載されていないが、到底留所の通過予定時刻は祭り開催時に設定される。2018年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。ありがとうございます。